おはようございます。トシです。発根管理5日目です。ちょっとね、体の乾燥が気になったので、麻紐を体にぐるぐる巻きにしてみました。はい、ちょっとね、インスタでこういうことをやられてる方がいたので、ちょっと参考にさせていただいて、まあどうなのかなというところで、真似させていただきました。はい、この感じでちょっと、数日間様子を見たいと思います。はい、発根管理6日目が経ちました。今のところね、まだ動きはありません。気温35度、34.5 度か。はい、見守っていきたいと思います。はい、パキプス発根管理9日目に突入しました。はい、昨日からですね、ちょっと管理の方法を変えました。今までね、湿度 99% から 70% ぐらいで高めにね、管理してきたんですけども、このビニールの中が水滴がすごくてですね、ちょっとパキプスがひょっとしたらカビちゃうんじゃないかなとか、すごい心配になりまして、はい、こういうね、プラ鉢で、ハウス全体を上げてね、空気の流れを作りました。それでもまあ 60% から 70% ぐらい湿度は取れております。で、このシートヒーターを巻くようにしました。今ね、鉢内がだいたい40度ぐらいですかね。まあ一定45度の管理をしております。はい、で麻紐はね、そのまま継続的にやってあります。こうやってね、高くしてやると麻紐がね、ずっと水を吸うので、でパキプスの体に、はい、麻紐を縛ってあるので、常に水が、はい、体に行き渡るようにしております。でこの植物用のライトですか、これを2台使ってちょっとね、バッキバキに照らしております。これをね、ちょっと数日間やりながら、スイッチが入ってくれるといいんですけども、はい、また経過は報告したいと思います。ではまた。はい、ですね、様子がおかしいなと思って、麻紐を今全部外しました。そしたらですね、表面がちょっと火傷をしちゃって、出ました。ちょっとね、可愛がりすぎちゃいましたね。いやー、失敗した。はい、ちょっともう一回下のね、根を切ってリセットをしてみてですかね。やけどした。ちょっと可愛がりすぎちゃいましたね。はい、ちょっともう一回、はい、試したいと思います。はい、だいぶ切り詰めたんですけども、ちょっと根のいいところが結局なかったですね。いやー、まあこれでもう一回ね、再チャレンジですけども、多分ダメそうかな。まあまあ諦めず、もう一回ちょっとリセットしたいと思います。あの後ですね、オキシベロンに漬け込みました。
そろそろね12時間が経とうとしております。まあいろいろ見てたらですね、ちょっとなんか皮がむけて緑のところがなんかね見えてます。まあ別にね自分が傷つけたわけじゃないんですけども、であとここですかね、ちょっと緑っぽいのが見えますか。はい、まあね完全に株が死んでるわけじゃなさそうですね。はい、なので諦めずにね頑張っていきたいと思います。はい、リセットから1日経ちました。昨日はね仕事が休みだったんでね、結構ね雨も降ってたんで一日中まあ家にいたんですけども、いやー昨日はねほんとパキプスねかなり落ち込みましたね。もうあれ昼ぐらいだったんですけどね、もうずーっとドヨーンとしちゃっててねまあどうすっかな、まあ自分がいけないんですけどね。いやでね、まあ最後ねオキシベロンをつけた時にね、まあ緑の肌がちょっと見えたところで少しねテンションも回復しながらね、まあちょっとなんとか頑張ってね発酵させたいとは思います。で今日はねこのリセットこの感じなんですけども、一応ね麻ひもをやめて、はい、ガーゼをかけてあります。これはねその保湿的な感じでやっています。で、ね、このシートヒーターはね縦にぐるぐるって巻いたので、なんか温度が上がりすぎてしまったかななんて思いながら、ちょっとねこれ横から今度巻いてあります。これで今ね地温が34度ぐらいです。でね今この湿度と温度ですかね。いやね本当はね皆様にはねなんか成功した感じのねいいね動画をお見せしたいんですけども、すいませんでした。いきなり失敗をしてしまいね、ねこのかっこ悪い動画もいいのかなと思ってアップさせていただきました。やっぱりかっこいい動画ばっかりね載せてても仕方ねえのかなって、やっぱりこういうね失敗してしまったところっていうのも見せるのもねいいことなのかなって、まあ正直ね自分は嫌ですよ失敗してしまったところを見せるっていうのは嫌ですけどもね、皆さんと情報を共有してね、うん、同じ過ちをね、しないようにしていただけたらなと思い動画アップしました。またね今後ね経過をねアップしていきますので、引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ではまた。